今季初ホーム戦観戦なんです。まず男子でしょ。こんにちは、みさきです。はい、今日はサンフレッチェ広島対柏レイソル戦を見に来ました。イエーイ。なんと私今季初ホーム戦観戦なんです。予定とか仕事がちょっと入っててなかなか見に来ることができなかったのでめちゃめちゃ楽しみです。去年よりもすごい人が増えてるイメージですね。ワールドカップ効果かな。で今回はまだユニフォームゲットしてないので今日買いたいなと思います。何番のユニフォームを買ったかっていうのはちょっとこの動画の最後に発表したいと思います。はい、それではちょっと行ってきます。じゃあ早速ユニフォームを買っていきたいと思います。でちなみにこれ去年 B ベアでデザインしたパーカーです。肌寒いかなと思ったので着てきました。あ、ユニフォームを買おうとしたんですけどちょっと列が長すぎてこれに並んでたらキックオフに間に合わなくなっちゃうのでちょっと先にスタグルを食べてスタミナをつけてハーフタイムかどこかでユニフォームを買いたいなと思います。それではちょっと何かスタグルを買ってきます。なんかタコスが美味しそうだなと思ってタコスにしようかな。どうしよう、迷うな。でもね、スムージーも食べて、あ、クレープがある。クレープも食べたいです。スムージーもないし、タコスも食べたい。桜餅パイ、美味しそう。チョコミパイも美味しそう。でもクレープも美味しそう。クレープ美味しかったね。スムージー食べたいな。これは絶対美味しいでしょ。国松は汁なし担々麺、広島で有名なんですけどそこなんで、しびれがすごいいい感じの麻婆豆腐なのでちょっと食べたいなと思います。いつもマンゴーだっけ。え、でもぶどうも飲んだよ。みかんはとりあえずあんま飲んだと思う。どうしよう。じゃあ今日はみかんにしてみます。みかんが売ってるらしいのでいつも通りマンゴーにします。ギリギリ間に合った。サンフレッチェ広島。サンフレッチェ広島。0対0なんですけど、ちょっとこの間にグッズショップでユニフォームを買っていきたいと思います。いきます。ギリ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 、昨シーズン結構真ん中で使われてた三木田選手なんですけど最近サイドで使われてることが多くてなんでかなって考えたんですよ。水田選手はすごい私の中で運動量がめっちゃ多いイメージなんですね。だからサイドを駆け抜けて走ってほしいみたいなスキッペ監督のなんか考えがあるのかなとか思うけどすごい決定力がある選手だと思うので中で頑張って点たくさん決めてほしいなっていう思いもちょっとあったりしてこれから楽しみです。そこも注目していきたいと思います。みんなはどう思いますか。ちょっとコメント欄とかで教えてください。惜しい。いいんか、いいんか。
橋選手が左にいたの。マクバス中身に入って、生き生きなっていて、真ん中を切り抜けるようにドリブルしてました。ということで試合が終わりました。 0-0 で動かないかと思ってたけど1-0で勝ちました。イエーイ。いや嬉しい。やっぱ現地で見るサッカーは楽しいなって思いました。今日今シーズンもまたね J リーグが開幕してサンフレッチェの試合もたくさん見に来れたらいいなって思ってます。昨シーズンはルヴァンカップ優勝してねすごい盛り上がって、今年もリーグ戦で優勝したりとかできたらいいなって思います。そのためにもちょっとねもっとたくさんの人にサンフレッチェを知ってもらってね好きになれるように私も活動頑張っていきたいなって思います。それでは今日はちょっと勝った余韻に浸りながら帰りたいなって思います。バイバーイ。4番にします。